マサチューセッツ大学は、マサチューセッツ州ボストン市に本部を置く、アメリカが衆国の州立大学である。1947年に設置された。マサチューセッツ大学は、ボストンの西約90マイルのところにある、アマースト港を含む5つの大学からなる州立、大学システムである。 マサチューセッツ大学システムに属する各校はそれぞれ独立して運営されており、マサチューセッツ大学という大学が単体で存在しているわけではない。大学生は約4万5千0百人、大学院生は約1万3千0百人の契約5万8千0百人である。スタッフは約4千0百人の教授を含む契約1万6千人である。 公式略称はユーマスでアメリカでは一般的にユーマスの名で広く知られている。2011年世界大学ランキングでは56位。1863年にアマーストにて創立されたマサチューセッツの丘大学が前身である。北海道大学の事実上の創始者として知られるウィリアム・スミス・クラークは札幌の学校初代教頭に就任するまで同大学の 第三代学長であった。1931年にマサチューセッツ州立大学となったのを経て、1947年にマサチューセッツ大学となる。1962年にウースター校、1964年にボストン校がそれぞれ開校、1991年にローエル大学及びサウスイースタンマサチューセッツ大学を吸収する形で、 ローウェル・コーダー・アートマス校が開校され、現在に至る。マサチューセッツ大学の各校はそれぞれ独立して運営されている。入学資格もそれぞれ異なり、レベルも異なる。とりわけ、マサチューセッツ大学アマースト校は、公立大学の中でもレベルが高く、様々な分野でランクインしている。マサチューセッツ大学アマースト校の入学志願者数は2003年より、 急増しており、それに伴い競争率も高くなってきている。2007年度秋セメスターの合格率は66%、SAT の他に入学資格として、高校の GPA は3.48以上と高かった。マサチューセッツ州には、ハーバード大学や MIT など数々の有名校が、抜きを連ねており、大学のレベルがアメリカの中でも特に高いと言われている。 ありがとうございます。